おデブちゃん。はい。おデブちゃんって失礼よ。おデブちゃん、今日は寒いね。寒いね。雪降ってるよ、だって外。タピオカでも買いに行く？寒くね？寒すぎ。こんにちは、ひなたです。こんにちは、さたひなです。はい、ということで今日はですね、1月の18日ということで、今日は皆さん雪が降っております。やばいよ、もうめちゃくちゃ寒いよ外。雨混じりの雪なんですけれども、はい、わあ、今日はね、昨日の1月17日からミニストップであったかいタピオカミルクティーが販売したということで、なんか原宿とかではもうあったんでしょ、ホットタピオカミルクティーっていうものは。そうなの？なんかもう存在していたらしいよ。あー、なんかあれで見たことあるの、なんだっけな、ゴンチャでなんだ、ホットミルクティー、ホットタピオカミルクティーみたいなやつ出てたんだけど、うん、ミニストップでですね出たということで買ってきました。さあどうなんでしょうか。コンビニのタピオカは前回のローソンのようにパチンコ玉が入ってることはないのでしょうか。いや、あったかいから大丈夫。まあ、なるほどね。はい、こちらでございます。こっちがですね、普通のタピオカミルクティー、はい、でこっちがいちごタピオカミルクティーだっけな。いちごミルクじゃなかった？いちごミルク、タピオカいちごミルクでしょ。うん、でオンタピっていうらしい、あったかいタピオカ。オンタピ。はい、じゃあ飲んでいこう。で、あの10月ぐらいに普通のタピオカが出てたんだけど、うん、ミニストップで、うん、それたまちゃん美味しいって言ってた。へえ。だから美味しいのではないのかなって思って、ちょっと期待しております。よくかき混ぜてくださいって言ってたよ。あったかいタピオカミルクティー初めて飲む。初めて飲むね。いいんじゃないですか、この寒い時期には。もう手が凍りそうになった。でもさ、もうタピオカってちょっとブーム過ぎてる感あるよね。終わってきたんじゃない。業務スーパーもこの前行ったらめちゃくちゃあったよ、冷凍のタピオカ。じゃあまずこっち飲んでみよう、普通のノーマルタピオカミルクティー。じゃあいただきます。なに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 、うまくない？うまい、うまい。タピオカすごいお餅みたいです、うん、もちもちしてる、うん、タピオカにも味ついてるね。おいしい。黒糖ではないけどちょっとなんか甘めの味がついてる、うん、おいしい、うん、おいしい、おいしい。パチンコ玉入ってません。普通のこのアイスのタピオカミルクティー飲んだことないからわかんないけど、めちゃめちゃね、あったかいからかわからんが、うん、めっちゃタピオカもちもちしてる、うん、おいしい。紅茶の味はどうだろうね。いや、紅茶の味もおいしいよ結構。うん、うん、いや、ちょっと黒糖入ってる感じしない？なんか普通のミルクティーより甘い感じだな。あんまりお茶の味はしないかってなって感じする、うん、する、うん、感じ方は人それぞれです。いや、むしろあったかいからこそミルクと紅茶の香りがいつもより倍増してる気がするけど、黒糖の味はしません。あの紅茶家電飲んでる時と同じような味がします。え、違う、結構甘めのお茶だね。じゃあ次このいちご飲みます。ちょっと冷めちゃったんだけど、これは美味しいでしょ絶対。タピオカがイチゴの味する。うん、なんか若干果肉みたいなの入ってるな。ね、なんかこっちすごい甘酸っぱい、タピオカがイチゴの味がして甘酸っぱい、甘いって感じ。めっちゃ美味しい。どっち派？正直俺こっちかな。いや、こっちかな。でもイチゴミルクは好きだよ。だからこっち先に飲んじゃったからさ、甘いのに慣れちゃってびっくりしちゃった。こっち酸味があって、なんかあんまりあったかいイチゴミルクっていうの飲んだことがないから、うん、これは新鮮っちゃ新鮮かもしれないけど、これはこれでめちゃくちゃうまいし、うん、なんか舌触りがすごい独特、多分果肉がすりおろされたものが入ってるのかわかんないけど、うん、ミルクティーはサラサラした感じだけど、ちょっとこっちはねドロッとしたというか、ドロッとってのも変だけど、なんかザラッとしたものが舌に当たるから、ちゃんとイチゴを食べてるって感覚はありますね。うまいわ、うん、これ冬にいいわ、うん、冬ってか今日みたいな日めっちゃいいね。なんかゆいたちが飲んできたタピオカのさ、うん、粒タピオカよりさ100倍ぐらいもちもちしない？まああったかいからじゃない。でこのねオンタピがね税別で350円で売ってました。まあそれなりの値段だよね。でも普通に専門店で買うよりめちゃくちゃ安いよ。安いし、ちゃんとねお店でね、あのなんだろう、愛情込めて作ってくれてたよね。あったかい、なんかタピオカチンしてなんか混ぜてたような気がする。なんか想像してたより美味しすぎてびっくりした。これは350円の価値があるんじゃない？うん、あるある。この前のローソンはローソンはちょっと衝撃だったけど、ローソンもでも同じぐらいじゃない？350円ぐらいだったと思うけど。でパチンコでも。もうあれから売ってないの？販売中止になってから売ってないと思う多分。この前さ、ベリーベリーミニーでタピオカのヨーグルトドリンク飲んだんだけど、なんかそのタピオカとは違うね。ディズニーのタピオカは甘いけど、こっちはすごい酸味が効いてる。やっぱミニストップってさ、その場で作るコンビニの中で最強だよね。
やっぱね、あそこすごいよ、うん、ソフトクリームにしろ、ね、何にしろ外れがないと思う、うん、一番ミニストップで好きなやつは私あれだよ、プリンパフェ、うん、滑らかプリンパフェ。ミニストップで働いてる人マジですごいと思う。普通のさコンビニに比べこれをその場で作ってるってすごいよね。ミニストップを褒める会みたいになっちゃったはい、ということで今日は、はい、ミニストップのオンタピ、ミルクティーといちごミルクを買ってみました、はい、最強に美味しいのでぜひ皆さんね、今日みたいな寒い日にね、はい、飲んでみてください。タピオカポイントは100点でございます。おこれ飲んだから、なんだろう、冷たいのもちょっと後で飲んでみたいなっていう。そうだね、まだ未体験だからね、うん、僕ら、うん、今度冷たいのをあったかい時に飲みたいと思います、はい、ということで、今日の動画は以上となります。皆さんよかったら飲んでみてね、はい、バイバーイ。バイバイ。